チス誰も知らないライダーイカレタコスケです。アイコンもちょっと変わりまして爽やかな声でお届けしていきたいと思います。ところでだ、モンスターハンターストーリーズ2に無料タイトルアップデート第3弾、早くももう第3弾ですね、やってまいることになりました。オトモンが追加されます。天元玉三つね、銀龍ガムーとキリンアシュの3体、まあ四天王の2体と、それから超幻ゲームとしても出てるもん、出てるシリーズはどれ4だけ、ダブルクロスにも出てんのかな、忘れちゃいましたけども、まあまあまあ、この珍しい、世にも珍しい古竜のアシュというものがね、追加されることになります。でさらに9月16日にそれに伴った共闘クエスト等々も追加されるんですけども、まあこれ気になるのは結構ありますね。でですね、このモンスターたちってのは果たしてどんな生態なのかってのを少しおしゃべりしながら、していこうと思います。さてまずは天元玉三つね、なぜ天元なのか、天の目と書かれた玉三つなのか、まずね、この二つなっていうモンスターたちの存在としては、まあ簡単に言うと単体のモンスターなんですよね。単体の存在なんですよ。そういった特殊な環境にずっといたモンスターとかではなくて、一匹のモンスターがある経緯を得ることによって強力なモンスターに変化したもの、これが二つな、まあライズでいうところの主だよねになるわけですね。まあ群れの中で最も強かった一匹みたいな感覚でいいかもしれません。この天元玉三つね、なぜ天元なのかっていうと、ライバルと戦ってる時に、ライバル、他のモンスターとの縄張り争いをしている時に、まあ、両目を傷つけられることによって、もう視覚機能としては完全に機能が失われてしまったと。全く目が見えない状態のモンスターなんですね。まあ、自然界であれば、もうその時点で、もう両目が見えなくなったら、まあ、ぶっちゃけ餌ですよね。ただ、それを克服してしまったんですね。その、どんな能力かっていうと、もともと宝庫竜と呼ばれるだけあって、泡を用いた力を使うことができたんですけども、その泡の感能力、まあ簡単に言うと泡が触れた時に自分が触れたように感じるような能力に特化することによって、通常個体をはるかに凌駕する強大な力を手に入れて生き残ったとあります。しかも結果その能力に特化したことによって、通常個体よりも、まあ、強くなっちゃいましたよと。目が見えなくて、かつ、なんつうの、まあ、簡単に言うと空気の、動きを感じて、敵を察知するっていう、まあ、達人だよね。なんで、天から見下ろしているような視野を持つ玉三つね、ということで、天元玉三つねとなっております。なかなか、こういった設定好きな人にとっては、激アツなんじゃないでしょうか。そして銀霊ガムート、こちら天元玉三つねと違って非常にシンプルなモンスターになっています。そもそもガムートってどんなモンスターかっていうと、まあ、ティガレックスみたいな肉食系からポポを守る代わりに、ポポって雪山にいる草食動物ですね、草食モンスターですね、あのモンスターを守る代わりに自分の子供をそのポポの群れに紛らわせてもらうと、紛れさせてもらうと、まあ、そういった共存関係を持つ、まあ、ちょっと面白いモンスターなんですけども、そんなガムートが過酷な環境を生き抜き、さらなる力を得た特殊な個体ってことで、まあ、さっきの天元玉三つねなんかに比べると、まあ、特殊は特殊だけども、まあ、簡単に言うと長生きしたガムートっていう感じですかね。まあ、非常にシンプルで分かりやすいモンスターになってます。その代わり、まあ、体が大きくなりすぎちゃって、もう、お前は山そのものだっていう意味で、銀霊と称されているとのことです。で、かつやっぱ長い年月の間に弱点をね、克服してるんですね。モンスターハンターライズではあまり関係ないかもしれないんですけども、もともとは、多分狩りをする上では、私もそんなに弱点狙って戦ったことないんですけども、後ろ足の守りがね、弱かったらしいんですね。まあ、体でかいんで、そんなにそもそも足以外で攻撃できるところもないんですけども、まあ、後ろ足が弱かったと。そこに、黒い甲殻がくっついて、非常に防御力を上げているといった、そういったね、非常にシンプルなモンスターになっているみたいです。そして、古竜、キリン、アシュ。これ私戦ったことないんだけどね。簡単に説明読ませてもらうけども、バルバレギルドの管轄域にある未知の樹海と通称される広大な樹海。
その中にて存在を確認された古竜麒麟の亜種、白銀に輝く通常種とは反対の漆黒の体躯が特徴。目撃報告は非常に稀で、熟練のハンターであっても遭遇したという話を聞くことは少ないと。これね、モンスターハンターの歴史の中でも非常に稀なことなんですよ。何かっていうと、古竜の亜種っていう存在がほぼほぼいない。初期の頃にラオシャンロンっていう超巨大古竜がいたんですけども、そのラオシャンロンの青いラオシャンロンっていうのは、過去出てきたことはあったんですけども、それ以外には一切出てこなかったんですね。オスメスとかは色違いみたいなね、オスメスとかで色が違うとかはありますけども、まあ、古竜にそもそも亜種ってつくこと自体がまずなかったんですけど、この麒麟によって古竜にも亜種がいることが判明したと。ただまあ古竜って言っても、いろいろありますんでね。あくまで人知の及ばない存在を全て古竜と称しているので、まあ他の、例えばテオテスカトルに亜種がいるのかって言われると、いるかどうかはちょっとわからないと。まあそんな感じでございます。まあでも中でも珍しい、古竜の亜種という存在になってるんですけども、こちら亜種というだけありまして、完全に能力も変わっています。本来の麒麟っていうのは雷を司る、めちゃくちゃ雷バン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 落とす、まあ初期の頃はね、本当地獄絵図を描いたモンスターだったんですけども、こっちは霊気を操る能力を持っています。でこの霊気っていうのがな、まあ、実際に目にしてみないとわかんないけど、ただまあ元々の麒麟の雷の攻撃範囲を見ると、まあ霊気攻撃がどれぐらいの範囲を持つかっていうのは非常に、わかりやすいかなと思います。もうこれ技がね、一つ必殺技持ってまして、絶対霊度空間って呼ばれる霊気の結界を作り出すらしいんで、モンスターハンターストーリーズ。さっきライダーズって言ったかもしれない。ストーリーズ2の方でもこの技使ってくるんじゃないですかね。そう、ある伝説では、かつてその能力を用いて国一つを一夜にして氷に閉ざしたと語られている。大体国一つを何かしらしちゃうモンスターってのはね、超強力なモンスターですから。そして最初にも言った9月16日木曜日にも、追加クエストがございます。京都星八探索、四天王の巣ってことで四天王が揃い踏みになりました。ってことで、四天王のモンスターすべてが手に入る巣がゲットっていうか追加されるんじゃないかなと。あとはサブクエストであったりと、討伐クエストであったりとの追加ですね。その後にもうすぐに、次のアップデート。まあこれ、まあ次のすぐって言ってもあれですけども、9月下旬配信無料タイトルアップデート第4弾がすぐに来ますんで、追加オトモンとして黒炎王リオレウス、ティガレックス、希少種。そして京都クエスト専用モンスターマムタロと高難易度が追加されるってことになってます。モンスターハンターライズの方の話に戻りますけども、まあずっとね、モンスターハンターストーリーズ2のアプデがある間、若干ライズがおとなしくなっていますってことなんで、この9月が終わり10月に、なんか派手な派手な派手なモンスター高難易度っていうのが追加され、リオレウス、リオレイヤー、希少種が追加されぐらいに、ちょうどモンスターハンターライズの方もなんか発表があるんじゃないかなというのも、9月に任天堂ダイレクトであったり東京ゲームショーっていう大きな発表の場がありますからね。まあそこに関してもぜひとも、期待していきたいところです。まあモンスターハンターストーリーズ2自体がここでアップデート、まあロードマップ終わってますけども、これで完全に終了かどうかもまだわかんないですからね。モンスターハンターストーリーズ2の先、モンスターハンターライズの先、それからモンスターハンターの新情報なんかも期待していきたいところです。それでは誰も知らないライダーイカレタコスケでした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて